ティム・デクレルは、オランダ・ライデン出身の同国代表の元サッカー選手。ポジションは、DF。オランダの南ホラントシュライデンに生まれ育った。デクレルは、弟のヘンクと共に、近所の15歳から20歳の少年たちに混じり、路上でサッカーをしていた。ルグドゥノム6歳の時に、アマチュアの LVV ルグドゥノムに参加し、12歳まで、センダーバックでプレーをしていた。 その後アヤックス・アムステルダムが関心を示した結果、デクレア自身は、フェイノ・オルトの熱狂的サポーターだったにもかかわらず、ライバルの世界的に有名な下部組織に入団。デクレアは引退後に、自分は、フェイノ・オルトの人間なのに、どうして、アヤックスのために、プレーしなければならないんだとアヤックスで、罪悪感を感じながらプレーしていたと語っている。アヤックス・アヤックスでは当初、 左サイドハーフでプレーしていたが、ユースの A レベルに到達した時に、左サイドバックへとポジションを変更した。1997年に初めてプロ契約を締結し、クラブの B チームに登録され、その後、トップチームの練習に参加する際にその一員に名を連ねた。1998年4月23日のビレム通戦でプロ初出場を飾ったものの、 二日後の B チームの試合で軽骨を骨折したことにより4ヶ月の離脱を強いられた。当1997から98シーズンにクラブは AL ディビジと KNVB カップの2冠を達成し、デクレルにとって最初の公式戦のタイトルとなったが、怪我のために複雑なものとなった。一度は復帰したものの、再び軽骨を負傷したことで4ヶ月の離脱が、 決定。2度目の復帰後はすぐさまクラブのトップチームに合流すると、昨季より出場機会を増やし、k n v b カップ2連覇に貢献した。アヤックス在籍時は、クリスティアン・キブ、ジョン・オブライエン、マックス・を得ると、熾烈なポジション争いを繰り広げながらも、一定の出場機会を得ていたが、最後の年となった2001から02シーズンは、 再度2冠を達成するも、ロナルド・クーマン監督はオブライエンを好んで起用した、ことで居場所を失った。さらに、翌2002から03シーズン前のツアーに帯同を許されないなど、完全に構想外となったデクレルは、新たな所属先を見つけるため、イングランド一部のウエストブロムウィッチ・アルビオン FC の、トライアルに1週間参加するも、印象付けるのに失敗した。 AG2002 年夏に AG アルクマールと3年契約を締結。AG での1期目は10位に終わったが、2003年にコー・アドリアンセ監督が就任すると事態は一変していくことになる。2003から04シーズンはわずか3期でオランダでもヨーロッパでも競合クラブの一員として目されるようになる珍しい期間の始まりだった。 UEFA カップ2004から05では、スポルティング・クルーベでポルトゥガルにアウェーゴールにより、涙を飲んだものの、準決勝に進出と躍進。好調なクラブにあって、デフライも、中心選手に抜擢され、契約を3年延長している。AG での最後の年となった2006から07、シーズンは、アヤックスと PSV、アイントホーフェンに、 勝ち点で並び最終節の決壊間で優勝の可能性があり、特殊点差の関係から言えば一歩優位に立っていたが、アヤックスと PSV の両クラブが勝利をしたのに対し、エイジーは SBV エクセルシオールに敗れ3位でシーズンを終了。また、KNVB カップ決勝戦の舞台にまで駒を進めたが、PK 戦の末にアヤックスに敗れたことで無冠で終了した。 フェイエノールト AG から契約更新を拒否し契約満了で退団することが決定したデクレルに対し、昨季王者の PSV から獲得の申し出が舞い込んだが、デカイプでプレーするという夢を叶えるために2007年7月1日にフェイエノールトと,と4年契約を締結。同シーズンのクラブは、ロイ・マカーイ、ケビン・ホフラント、 序盤にファンブロンクホルストと大型補強をしていく中で、この契約は、ベルトファンマルワイク監督にとって、最初の補強となっている。一期目は、ファンブロンクホルストが中盤を務めていたこともあり、中心選手としてプレー KNVB カップ決勝では、ローダ JC を下しタイトルを獲得した。しかし、三期目の2009から10シーズンになり、 マリオベーン監督が就任すると構想外となり、ファンブロンクホルストが左サイドバックに据えられ、出場機会が激減した。フェーノールトでの最後となった2010から11シーズンは、ファンブロンクホルストの現役引退から、再び中心選手としてプレーしていたが、冬の中断期間明けから、ブルーのマルティン・スウィンディにとって変わられた結果、シーズン終了後に、クラブから、 契約更新をしないことが言い渡された。エクラルナカ2011年6月30日、ジョレディ、クライフ監督率いるキプロス一部のエクラルナカと2年契約を締結。オランダ代表としては、マルコ・ファンバステン監督が就任以降は、定期的に召集され、2006FIFA ワールドカップと UEFA ユーロ2008の一員に選出された。ワールドカップでは、 アルゼンチン戦のみの出場となったが無失点に抑えることに成功した。httpww.fr12nl2e プリングウィズズ29,455でリーフでボーフェーノールトジットインでファミリエ HTML ティムデクレアブリヒトシーンビン AB デクレアインバギーズトライアルメガシンセンズデクレアバックツーエージャックスエ g ジースープ4デクレア AG Extend with Duo Fanol to Capture でクレア、Crear, Declare Welcomes Opportunity Fanol to Set 2 TRIM SQUAD, Declare Verbal Good Carrier All Pass Kick Ross.